はい、どうもおはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算148日目ということで、今日もやっていきましょう。オレンジ先生はどこだと、ね、3秒あげましょう。3、2、1、そこまで。今回はこのイラストですね、このイラストのヘッドホンの上に載っていましたということでね、見つかったでしょうか。それでは今日もやっていきましょう。括弧1番、世田谷学園中学校。括弧2番、専修大学松戸中学校。括弧3番、聖光学院中学校からの出題です。今回のオレンジ先生タイムは4分47秒と、かなり時間がかかりました。これを参考に制限時間7分としています。タイム、質問、ご意見など気軽にコメントください。よろしくお願いします。そして問題版書データが欲しいという方は、ぜひオレンジメンバーレベル2というメンバーシップ制度をご検討ください。それでは白い紙とペンを用意したら始めていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしてください。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見ていきましょう。ドン。カッコ1番が 15.7 カッコ2 171カッコ3 4分の1でした。いかがだったでしょうか。それでは解説していきます。カッコ1番、これは 3.14 の結合法則に気づけたかどうかですね。1つ目のブロック 3.14、 そして2つ目に 1.57、 そして3つ目 6.28、 これは全部 3.14 に関わる数字ですよね。まあ 1.57 っていうのはね、直接はないんだけれども 15.7 っていうのが 3.14×5 であるということですから、その小数点を移動した 1.57 も当然関係あるということですね。ということで、まあ 3.14 でくくってやると、結合法則を取ってやると、まあ一番小さいのでっていうと1.57 で、まあ、くくってやってもいいのかなと思います。はい、 3.14 でくくってやるとこんな感じ。1つ目のブロックが 2.3 残ります。2つ目のブロックはマイナスつけて、で 1.57 っていうのは 3.14 の半分ですよね。 3.14 の半分だから、その 3.14×1/2 というふうに分解すれば 3.14 取り除くと 1/2 だけが残るということで、 1/2×1.6 足す 6.28 っていうのは 3.14×2 だから、2が残って 2×1.75 となるわけですね。はい、ということで、括弧内計算しますと5になって、じゃああとは 3.14×5、 もうこれ暗記事項ね。 15.7、 3.14 は基本的に ×9 までは、まあ、かける10までかは基本的にスパッと言えるように暗記しておきましょう。はい、それではカッコ2番見ていきます。カッコ2番、これね、まあどういう風に計算してもいいんですけれども、まあ、この 0.28、 2.8 っていうところがね、まあ、関係していると。だからまあ、これがもし掛け算だったら、この割るっていうのが掛け算だったら、結合法則使えたんですけれども、今回割るだから、ちょっと結合法則は使えないんだけれども、まあこういう工夫ができるよというのも紹介しておきます。はい、これ分数で表現してみますと、分子割る分母っていう形になれるので、0.28 分の 36.4 引く 2.8 分の98 とできます。で、今、分母が 0.28 と 2.8 だから、これを共通させてやれば、そのまま通分という形になって計算できますよね。だから 0.28 っていうのを、これ小数点右に1個ずらしてあります。つまり、分母に対して10倍するということだね。分母に対して10倍するんだったら、当然分子も10倍しないと大きさ変わってしまいますから。まあ、2/2と20分の1みたいなことね。ですから、小数点右に1個ずらすんだったら、この 36.4 分子も小数点右に1個ずらさなきゃいけない。で、そうすると 2.8 分の364になって、ってことは 2.8 で通分することができるので、2.8 分の364、364引く98ということになって、2.8 分の266という形になる。あとはこれに対して 1.8 をかければいいので、 2.8 分の 266×10/18 で、これをゴリゴリ計算すると171というふうになります。はい、分数の中に小数あってもいいのと別に構いません。最終的な答えはちゃんとね、整数分の整数という形にしなきゃいけないんだけれども、こうやって計算途中においてはね、別に約分しきった形にしなくても、いわゆる規約分数にしなくても構わないと、計算の都合の良い形で使ってください。だから、もしね、どうしてもこの小数嫌だったら、例えば28分の2660で使うよっていう人がいても問題ないでしょう。はい、じゃあ次カッコ3番いきます。カッコ3番はね、とにかく数字がめんどくさかったですね。計算順序とかはそんなにややこしくないんだけれども、まあとはいえ小カッコ中カッコがあるので、計算順序間違えないように逆トーナメント表を書きまして、で逆算していくんだけれども、ここで38分の1が出てきて、でここが一番うっとしいかな。 1.23÷0.456 で、これ分数で処理してやるとこんな感じになって、で228分の615ってなるんですね。でこの228と38を通分させると、228で統一することができると、まず、あ、要するに 38×6 6倍が228であったというところが、まずちょっとめんどくさい。で228で通分させた結果、ここが228分の621と莫大な分数になると。でそれを9で割ってあげて、228分の69で、38と228っていうのは相性良かったんだよね。6倍すればいいわけですから、228分の126で、まあここら辺とかね、約分できるんだけれども、まあここで約分するかしないか、まあお任せするかな、してもいいし、しなくてもいいです。まあどっちにしろ 38×6 っていうのは228分のにできるっていうことは、もうこの時点で分かってるからね。はい、ということで、まあ最終的に計算すると228分の57になるんだけれども、まあこっからの約分が非常にね、また気づきにくいというところですね。まあ一応4倍したら228になると、 57×4 が228になるっていうことに気づければいいんだけれども、一応素因数分解してみると、228っていうのは 38×6 だったよね。つまり 19×2×6
まあさらにね細かく素因数分解するならば 2×3 っていう風になるんだけれども、まあとりあえずこういう掛け算の分解でいいでしょう。で分の57っていうのは19の3倍ですから、まあ 3×19 ね、どっちでもいいですけれども 19×3 と分解することができるってことは、こうやって素因数分解もしくは掛け算の分解してやると、例えば1919とかね、そう、こうやって約分が見えやすくなるよね。だから約分がねちょっと分かりづらいっていう時はこういう風に素因数分解なり掛け算の分解なりしてやるとちょっと見やすくなりますので、ちょっと覚えておいてください。はい、ということでこれで約分した結果4分の1になります。最後のね約分ミスとかもね、結局それは三角にはなりませんから、それも約分ミス、約分できてなくて、例えばこれを228分の57と答えたところで三角で得点はもらえませんからね、同じ計算ミスと同じ罰になっちゃいますから、最後の最後まで気を抜かずに約分できるかどうかっていうところまで最後チェックして答えるようにしましょう。はい、ということで4分47秒、結構時間かかってしまいましたが、皆さんはどれぐらいのタイムでできたでしょうか。よろしければコメントで教えてください。よろしくお願いします。ということで今回は以上にしたいと思います。よろしければグッドボタン、高評価ポチッとお願いします。そしてチャンネル登録まだの方もポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくねー。